1年間、雑穀と米粉パンを食べ続けて。こんにちは。雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、フォトハのパン教室、フォトハの香りです。今日は対面レッスンの生徒さんのお声をお届けします。動画を最後までご覧いただくと、雑穀と米粉パンの効果がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのチャンネルでは、これからも皆さんが知りたいことやお役に立てることを動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして、新しい動画が公開されたら通知が届くように、ベルマークもオンにしておいてくださいね。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作るフォトハのパン教室には公式 LINE があります。毎週月曜日の10時にパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時に教室情報を配信しています。月替わりで米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。それではグルテンフリーの雑穀と米粉パンの効果についてです。私はもともと小麦のパン教室をしていました。コロナが流行し始めて、教室に来てくださっている方のほとんどが医療従事者の方でしたので、この方たちが癒せる教室、そして体にいいパンをっていうことで考えて雑穀を使ったパンの試作を始めました。小麦のパン教室でしたので、あるのは強力粉でした。強力粉と雑穀と混ぜてやってみたんですけど、より体にいいパンをと思って、まずはその強力粉をスペルト小麦に変えてみたんですね。そしたら、もうすっごく作りにくくって、こんなに作りにくいんだったら、いっそのこと、グルテンなし、グルテンフリーになる米粉にしようかなと思って、米粉に変えました。で、雑穀と米粉になったんです。もともと、そのグルテンフリー、米粉パンっていうだけでも体にいいんですけど、そこに雑穀が加わりますので、より体にいい、もっと体にいいパンになります。それが食物繊維が豊富だとか、あとはビタミン B が含まれるとか、鉄分、ミネラルが豊富とかいう効果になります。食物繊維が豊富だと、まず便秘改善になりますよね。便秘改善になったら、お肌の調子も良くなってきて、体重も減ります。腸内環境が整うので、免疫機能が正常に働き出しますから、アレルギー性疾患の改善につながります。食物繊維だけでもこれだけの効果があって、私自身も2年ほどほぼ毎日試作を兼ねてですか、食べ続け、便秘はしないし、肌の調子もいいです。体重も増えたりはしていませんし、そして何よりやっぱり病気にならないです。コロナもワクチン打ってないし、かかってもいません。で、インフルエンザにもかかってないので、毎日元気に過ごせています。で、これはやっぱりこのグルテンフリーの雑穀と米粉パンのおかげだと思っています。私だけじゃ真実味がないですが、先日対面レッスンに来てくださった生徒さんが体の変化についてお話ししてくださったので、それ録音させてくださいってお願いして撮らせていただきました。急遽だったのにご協力いただいて本当にありがとうございます。で、そちらをまずはお聞きください。1年間、雑穀と米粉パンを食べ続けて、健康診断の結果が去年よりも血圧を気にしてましたが、130超えてたのが108、103超えてた。103と50になっていたのと、中性脂肪とコレステロールが平常値になっていました。それから体重も増えることなく、徐々に減らそうと努力はしてますが、そのままちゃんと無事に減っています。まずは突然のお願いにもかかわらず、音声を取らせてくださったKさん、ありがとうございます。そして、SNS にも出していいですよって心よくお引き受けくださって、本当にありがとうございました。急だったので、その後も、あのことも、このこともっていうふうに出てきたので、ちょっと補足で説明させていただきますね。ご主人の体重が減りましたっていうことでした。疲れやすさもなくなったように感じます。そしてご自身に関してはコレステロール値も正常になりました。ここまでがレッスンの時にお話ししてたんですけど、その後 LINE でも推進としてきましたので、それが腹持ちが良くって間食が減って体重を減らすのに役に立ったようです。とのことでした。対面レッスンで習ったことを復習として自宅でまた作られて、それを毎日食べてっていうのを1年ほど続けられています。お薬ではないですから、即効性っていうものはありません。ただ、こうやって毎日続けることで確実に体に変化が見られていきます。私も完璧にグルテンフリーをしているわけではありません。パン屋さんのパンも食べるし、ラーメン屋さんとかパスタ屋さんとかに行って麺類も食べます。それでもこうやって元気に体にいいなって毎日過ごせているのはこのグルテンフリーの雑穀と米粉パンのおかげだと思っています。最近はやっぱりサプリとかも心配ですよね。自分で作って食べますから安心安全です。皆さんもまずは米粉パンから作ってみませんか？教室の公式 LINE には米粉レシピのプレゼントをご用意しています。無料でこんなに丁寧なレシピすごいですっていう風な感想もいただいていますので、ぜひ友達になって受け取ってください。そして作ってください。あとは、この体にいいグルテンフリーの雑穀と米粉パンを一緒に広めてくださるパン教室の先生、商用利用コースがございます。パン教室を開かなくても、もしあなたがパンを作って食べて元気に生き生きと若々しくしていたら、きっと周りのお友達とかが何してるのって聞いてくると思います。そしたらパン作って食べてるのって言うと、絶対、教えてってなりますので、その時にもうこのレシピをそのまま伝えることができる商用利用コースを受講していればすぐ教えられますので、その時のためにも商用利用コース受講してはいかがでしょうか。こちらも公式 LINE の方からだったらすぐに詳細を見ることができますので、まずは LINE のお友達になってください。今日はグルテンフリーの雑穀と米粉パンの効果についてお話ししました。いかがでしたか？新しい動画が公開されたら通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。音羽のかおりでした。